このゲームは家帰ってからが怖い。おっと、今日は少し寝落ちするのが遅いか。いつも大体12時過ぎにはね、はいパズルですみたいな、羊の姿でどうぞみたいになってるんで。エコーがすげえ。あー持ってかれる持ってかれる。はい、これ持ってかれます。大体この時間来たね。今夜の舞台は暴風の中庭。いやー暴風の中庭、何が起こるんだろう。でも気を取られてると真っ逆さまだよ。でもやっぱ凍らせてあげるって言われたから、風なのか氷なのか何なんでしょうか。雪、そのパターンか。さあうまくできるかな。これ出せんの？あ出せんじゃん。一回クリアしたのに消しちゃったんだよね。マジでもったいないことした。でこれジャンプになってて飛ぶと、あ、やべ、危ね。真ん中から飛んだ方がいいんだっけな。そうだな、真ん中から飛ぶ。俺どこ降りたらいいんだっけな。で冷静にチェックポイントだ。ここは一番奥まで行っちゃって出す。乗れねえか。乗れない疑惑だな。あー、いける？ギリか。きついなー。ここ出しても。きついな。落ち着け。落ち着けよ。俺が迷った時は、アンドゥーすると良いかもしれません。あ、間違えた。ここを引いて出したら、まあいけないね。よし、いけないね。何をやってるんだろうか。危な。敵出てこねえから、まあと思ったけど普通に出てくるな。本を持っていた方がいいか。どうやってクリアしたんだっけな。やばい、覚えてない。ちょどけって、何やってんのあいつ。オッケー。何すんで。邪魔邪魔邪魔。こいつでどうだ。はい。すげえ。本強。やばい。これね。こうなんだろう。氷があるから一気に何下まで落ちちゃうんだよね。下を見てみろ。結構危ないんだよな。あほあ、これ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 。こうなる。あー、オッケーオッケー、そうか、横まで行けんのか。やべ、もう落ちちゃったよ、マジか。どうするどうする。違うね。いや、こっち行こう。と思ったよ、行けないか。行けなくはないな。うん、出して。さあこの辺どうするかだな。よし、ゲット。ここは落ちねえか。左側から行こうかな。うわー、ここ氷だらけだな。進めるか。ああなるほどね、これが起こっちゃうわけですよ。なるほど、横にはいけないと。あ、オッケー、こうすればいいか。はいはいはい、よし、はい、跳ねだった。逃げ切ってやる。どこだ。いや向こう渡りてえな。こうしよう。
悪くないか。もう互い試合になって何枚良くない。あ、ここ動かしたら終わりだ。いけねえ。あ、いけてんじゃん。よし、ゲット、よし、ゲット。いけてねえ。1段足りねえ。どうする？向こう渡れねえか、無理やり。こいつでどうだ。ぶつかって渡ろうか。いやー、それもできないか。うわー、1回クリアしたステージで。これはきついなぁ、メンタル的に。使っていこうか。よし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 。全然違う感じだったけど。あー、よかったよかった。これでいけなかったらめっちゃ切ないからね。また生き残ったの。いや、また生き残りますよ。まだ4日目でしょ。だってリンダめっちゃピアノうまいじゃん。リン、どうした？どうした？元気ないな。珍しいな。ついさっき見ちゃったんです。やべえ、嫌な予感する。応援してくれてた人が落ちていくの。あー、そういうこと。力だけじゃどうにもならなくて。それはなんねえだろう。壁ってあるんでしょうか。怖いんです。大丈夫だよ、俺は主人公ですから。一応心配するなって。ヴィンセントさん、ヴィンセントさん毎晩毎晩すごいよ。何こいつ。ボス、ボスぐらいの風格漂ってるけど、これ大丈夫か。ああ、警官。こいつは誰だ。コックか。ここが地獄なんかな。違うな。だってあいつ地獄に落とすっつったぜ。めっちゃ心当たりあるんだな。俺がこの間寝た女、本部長は俺の女が魔女とか言ってたけどさ。そろそろ行かなくても。バーにいるやつばっかなんだよね、ここ。あいつが魔女なんだ。おお、大地だ。復讐してるんだ。あいつが妊娠したとか嘘だから別れた。このざまだ。どっちを聞こうかね。魔女について。妊娠が嘘、妊娠が嘘。こっちの方がタイムリーかな。どういう意味だ。結婚したいんだろう。はい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 。なんかとんでもねえ話だな。尻に敷いて楽したいのさ。ああいう女。会社のジムの女。ちくしょう。なぜ父さんのことを知ってんだって。お前何握られてんだよ。あの女が俺をここに落としてるんなら、毎晩俺の父さんが出てくるのはなんでだ。出てくる。どういうこと。あ、はい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 。オイラの父さんが追いかけてくんだ。ボス、お前の父さんはボスなんだな。なるほど。親父に落とされてんじゃねえの。俺はこんなとこさっさと越えてやるぜ。おーおーおお、技術を教えてくれんじゃなかったのかい。今夜はなんだかおっかない地形ですね。お、こいつ相変わらず冷静だな。いろいろ教えてくれよ。頼むぜ。こんな技は知ってますか。法律について説明をしよう。石を掴んだまま移動すれば氷の石の。はい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 、なるほど。普通に動いたらこう滑っていっちゃうけど、引きながら動いている場合は滑んないと。ただし捕まったまま移動できるのは引いている場合だけなので。あ、押すのはダメなんだ。今のところ教えられるのはこのぐらいですが、いつでも聞いてください。やけに協力してくれるんだな。わあ、素晴らしいね、この人。あなたは技だけでなく精神力があります。とても粘りもね。ガッツを褒められる。強者に寄りかかるものです。最も生存率が上がりますから。はい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 、うん、まあ頑張ろうぜ。そろそろ行かなくては。腹の中じゃ誰しも自分だけが助かることを考えてるのさ。表面上は取り繕ってさ、偽善だよ。僕の周りにいるような奴らばかりだ。僕は加わらないぞ。おお、でも登り方知らなくてここまで来ているんだったら相当すごいよね。一個技を思いついてから。ここで自分で技を別に教えてくれなんて頼めないだろう。聞ける。いいシステム教えてくれ。氷渡り説明をしよう。何でしょう。氷の石の上で滑らずに移動したいときは。ああ、これもすでに俺さっき使ってたわ。気づいちゃってたわ。ぶら下がって移動する限り滑って落下する心配がないのだ。ぶら下がり移動だったらいけるよね。そんな方法がありますよ。言わないぞ。強がんなって。さあ、今日の質問は何だ。そして第3層まであるのか。
2層で終わるのか。あ、5層目か。今日はピアノの旋律も物受けじゃなかったかい？どういうこと？いよいよあんたの進化が試される時が。今日のボスはなんか嫌な予感するな。すごく散々偉そうに質問してきたくせに今さら何言ってんだ。第6問です。疲れ切ってる時に恋人が家に来たら、これ何の二択が来るの？そもそも帰ってもらう、家に入れる。いや、それは家に入れたって別にいいんじゃないか。疲れてるから帰ってくれって、まあ普通言わないだろ。そっちか。本当かな。怖っ。でもまあいいよ、答えはあんたの自由だしね。まあでもどんだけ疲れてるかにもよるかもしれないけどね。もしかしたらあんたの中に新たな可能性が生まれつつあるのかもしれない。その影響は周囲にも及ぶ。気が多いあんたのことだ。新たな道が増えた。え、何、どういうこと？さらに迷ってしまうかもね。ただ一つ言えるのは、もうすでにもうだいぶ迷子になってるんだけど、人生的に。頼むぞ頼むぞ、最終層で会ってくれ。これ結構ね、3回やんの結構大変なんだわ。世間の人はもう8割ぐらい入れるんじゃないですか。おお、9割だ。ですよね。よかった、安心したよ。うわー、第2層って書いてある。もう一発あるか。石を掴んで移動したり、ぶら下がって移動すると滑らないぞ。あー、地形に合わせて安全な移動ルートを見つけよう。さっきのよりむずいのかな。モスの方は簡単だったから、あ、簡単だと思うから、ここクリアできるかどうかは勝負だな。よし。あー、これぶら下がれねえ。ちょっとやりづれえパターンだ。ただ重たい石が全く動かせない石じゃないんでね、それは一番いいところだ。うわー、このパターンかよ。これ真下空いてる？もしかして最悪なパターンじゃない？行ってみるか。お、なるほどね、方向転換できると。なんかポケモンでこういうジムありましたよ。いや、邪魔、めっちゃ邪魔だな。ただここ降りちゃうとまずいんだよね。なんか足引き出せねえかな、こいつ。じゃあな。よし、ぶん殴ってね、先に進ませてもらいましょう。やべ、ここ行ったら無理だ。あ、壁で止まれる。何邪魔して落ちてってんだこいつ。いやー、うん、いや、すげえ邪魔なんだけど。マジかよ。え、くそ、オッケーオッケー、全員いった。今のうちに。よっしゃー、ここ今回あんまりブロック動かしてねえな。さあ、すぐ登れるのはこのルートだけど、本当に邪魔です。よしよし。うわ、ここは怖いね。ぶら下がりテク、ぶら下がりテク使って枕取って、ここもぶら下がりだな。ただこっちから登れるか、微妙に隙間が空いてるな、ブロックたちが。このパターンって結構登りづらいんだよね。あ、間違えた。おっしゃ、下ろしてさよならして出す。完璧だな。よし、完璧完璧。よし。いやー、ぶら下がりが使えないか。あ、違う、いいんだ、引いてくればいいんだ。さっきの技術が生きている。ここは押してもいいね。さあ、いやー、これどうなんだろう。こっち側から登るのが正解。よし、左と見た。集めて。よし、よし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 。今日結構ゴール近いんじゃないか。勝手な、勝手にそう思ってるんだが俺は。あ、やべ、失敗した。俺結構ねやっちゃうんすよ。よし、いやー、こっから登れって感じの雰囲気でしたからね。どんどん上から落ちてくんだ。ゴールちょっと遠くないか今回。ここは滑っても良さそうだな。いや、ダメか、ここを滑らずに行く方法がない。そしたら思い切って右から行こうか。アンドゥーで巻き戻すのも手ですよ。それは失敗。いや、こ
これは登れねえ。まず押しちゃう。あ、その展開もまずいね。あ、オッケーオッケー、後ろから押せばいい。やべ、行けなくなった、危ない。うん、やっぱりこっちから行くのが正攻法だな。ただうまい作り方が思いつかないな。あ、オッケーオッケーオッケー、くそ、こうこうこう、早く今のうちに、はい、今のうちに。あー、いいね、本。お、羊が今回邪魔なんだよな。あとマジで右から行けないんじゃないか疑惑が出るから、逃げ切ってやる。あー、これ下出さない方が良かったな。こうでしょ、こいつでどうだ。さっさと本使ってやっちゃった。復活しねえな。あ、復活してもアイテム復活するからいけるか。で、これ氷を引きながら来れば大丈夫って感じ。え、もうちょっとじゃないの。あー、ゴールだ。正解はこれ、あれだ、これ逆サイドだな。騙されるな。あ、ミスった。ぜ、丸ごと押しちゃおうか。いや、マジで足場が意外とないんだな今回。なんとか反対サイド行ってんだけど、どうにもならんか。いや、いける、いけるな。どうやっても登れないときは油断した。アンドゥーで幕戻すのも手ですよ。おお、解決になってない。くそ、どうする。ほら、戻そう。便利、これめっちゃ便利。待てよ待てよ待てよ。しかもこれアンドゥーゼロになっちまった。どっかから反対サイド渡りたいね。ただこれやってても一生終わんねえんだよ。落ちてきてくんねえかな。オッケー、集めて。あぶね、しょうもねえミスをした。よーし、こっち側から登ってこれればだいぶいいんだが。あー、ドリンク欲しいな。ドリンク欲しいけど、あ、それはミス。上の絶対引いちゃダメだ。これもう思い切ってジャンプできたりしない、これ。無理、ダメか。どうしようかな。効果で、ドリンクでクリア。きたねー、最後の最後の終わり、きたな。まあ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 、登れりゃいいんですよ。ドリンクで終わるのは汚かったな。しかも一番最後クリアには変わりないが、これボスのとこも氷なのかな。結構きついと思うんだけどな、氷。動きの制限が多い。最近マジでリンとの距離感怖くない、なんか。どうした、泣きそうな顔して。だって登れない人がだんだん多くなってきて。そりゃそうだろうな。もしヴィンセントさんも来なかったらどうしようって。リン、ここで待ってるといろいろ考えちゃうんです。もっとピアノが上手ければ他の人を助けられるかもしれない。ピアノの技術によって変わるの。自分にできることがもっとあったのかもしれないのに。絶対変わんないと思うけど。そして君が一番怪しいからね。リンはよくやってる。あなただけ羊じゃないから。でも俺だけじゃない、リンのおかげで生きてるやつがいるんだ。だから自信を持て。なんで本当ここに来てるんでしょうね、この人は。それが一番の謎だし ね、 ね、まずそれを、その答えをくれよ。他の人まで元気づけてくれるなんて。本当だ、俺が一番大変なんだよ。そんな大層なもんじゃねえって。単に、うん、こんなとこで死ぬ気はないだけだ。でもヴィンセントアップになると結構イケメンだよ。ただ生き残れなくなっちまうから。格好が。そうですよね。よく真顔で話せるな。こんな真面目な話。落ち込んでね、目の前の男パンツ一丁で、しかも頭から羊の角みたいな生えてる変なやつだよ。